おはようございます。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？ところで、まずまずでしょうか。いい感じですね。ところで、見違えるようですね。嬉しそうですね。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。さあ、拍手が湧いている東京競馬場、伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。さあ行こう。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでやりましょうか。先頭に立ったのは10番ローエングリーン。大方の予想通りであります。それからダンスインザムード、内を通ってスルスルと大和メジャーが上がっていきました。そしてその後ろからインティライミ、それからもう一頭6番コスモバルク、ちょっと離されまして3番スイフトカレント、そしてその外に桜メガワンダー、浅草電源がその後ろ内を通ってアドマイアムーン、そして一番人気のスイープ東証、なかなかいい感じ。その外肩のデザインファスト立山。もう一度前から整理してみましょうか。先頭は依然として10番ローエングリーン。さあ第3コーナーに差し掛かります。それから大和メジャー、2番ダンスインザムード下がって3番手、それから離されまして6番コスモバルク、その外にインティライミ、まもなく欅を通り過ぎていきます。この辺りちょっと離れている桜メガワンダー、そしてそのうちに浅草電源。さあ栄光の天皇立てまであとは直線を残すのみであります。先頭は10番ローエングリーン、ダンスインザムード、懸命に追う。間から2番ダンスインザムード、このまま押し切るか。ローエングリーン、ダンスインザムードが3番手。先頭はローエングリーン。さあ抜けました。ダンスインザムード、一騎打ちになるのかどうか。内から懸命に大和メジャー、大和メジャーかわすかかわすか。ローエングリーンが3番手。ダンスインザムード1着、天皇賞秋、勝ったのは2番ダンスインザムードだ。よく頑張りましたね。一着。レースを終えた馬が戻ってきました。気合十分ですね。いい感じですね。クエストを達成しました。気合十分ですね。いい感じですね。適正な馬体重です。嬉しい。
存知ですか？いい感じですね。まずまずでしょうか。ところで、余裕の一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。名物の急坂は各馬の底力が試されます。スタートを切りました。12頭、1番サンレイ・ジャスパー、それから5番名将王手、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。果たして先頭に行くのは？先頭に立ったのは12番ローエン・グリーン。大方の予想通りであります。ブライトツモロー、それから4番アルビレオ、8番プロイバタイ、北高それそれ、9番マルカシェンク、グロリアスウィークがそのうちにいます。3番サクラメガワンダー、その外に7番サンバレンティン。ピンクの帽子にご注目ください。これが一番人気の型のデザインであります。そしてそのうちにアサカディフィート、サンレイ・ジャスパーが並んでいます。その外、名将大手。さあ先頭の方はどうなっているか。です。旗のデザイン、直線の伸び足はどうか。先頭行く、ローエングリーン。いっぱいになった。ローエングリーンが大きくリード。このまま粘れるか。ローエングリーン外から差を詰めてきている。旗のデザイン、ローエングリーンが抜け出した。ブライトツモロー一気にかわした。先頭に立った。内から一頭、北方それそれ、さあ抜けました。ブライトツモロー、ブライトツモロー一着してやったり。池添健一恐れ入りました。元気ないですね。レースを終えた馬が戻ってきました。ご存知ですか？先日の話なのですが、ところで気合十分ですね。いい感じですね。ところで気合十分ですね。いい仕上がりです。ご存知ですか？元気ですね。いい感じですね。ご存知ですか？適正な馬体重です。いい感じですね。ところで気合十分ですね。まずまずでしょうか。今週はレースがあります。
元気ですね。うれしそうですね。ですね。ただいまより投票受付を開始します。春の小馬戦線の勢力図を展望する一戦であります。京都記念2200m、まずまずのスタートといったところであります。さあ先行争いであります。7番キラボクディープが先手を取りました。ラブリーデイ、通過デビアスがそのうちにいます。その後ろサンバシンクライあって、3番レッドデイビス、11番ファイナルティーン、そのうち1番ハギノハイブリッド、8番アクションスター、ちょっと離れて9番キズナでやります。内を通りまして6番ハープスター、10番肩のデザイン、しんがりから東進モンステラでやります。11頭第2コーナー右にカーブを取ります。もう一度先頭から順番に参りますと、先頭を行く4番通過デビアス、1馬身リード、これを追って5番ラブリーデイでやります。そしてその後ろからキラボクディープ、レッドデイビス、そして5番手にマイナルディーン、そのうちにハギノハイブリッド、そしてその外に8番アクションスター、それから離されまして9番キズナ、ハープスターがこれを追う展開になりました。2番東進モンステラ、1番後ろに肩のデザイン、流れるようにレースが展開されています。依然先頭4番通過デビアス、その外5番ラブリーデイ、キラボクディープ、そしてその後ろからレッドデイビス、それからハギノハイブリッド。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。旗のデザイン直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭はラブリーデイが半馬身リード、ムチが飛んだ福永と旗のデザイン、外から差を詰めてきている。旗のデザイン絆がかわした。通過デビアスが2番手、旗のデザイン届くのかどうか。先頭は9番絆、絆か旗のデザインか、ゴール板をほぼ同時に駆け抜けました。しました。レースを終えた馬が戻ってきました。